4月20日にここからこう撮ったのが映ってるんですけど、ちょうど今日19日ですから同じように撮ってる。はい、ここなんです。水仙と、ここの写真で、ここにちょっと階段が見えて、カラスバといって黒い葉っぱで、で、これは後ろにあるのはウィンターシンフォニーの、マークがついてますけど、山形の生産者さんのウィンターシンフォニーは女性にとっても人気があるんですね。好きですよね、女性。ピッと持ち上げていただいて、この辺も可愛いですよね。根付いてるんですね、はい、これからもっと大きい花が黄色い花がちょっと見えてきてますね。クリンソーがね、こぼれだね。この足元もみんな、これクリンソーの子供なんです。これをね、出てちゃって、これ掘り上げないといけない。これは4年目ぐらいなので、これからたくさん咲きます。
の原因。こんな小さいのも羽根骨で、この辺もフルゲンスだと思うんですけど、最初にこれをの真っ赤だった時に乗せたのがとっても綺麗ね。セミダブルをご覧になってください。黄色のセミダブルです。ゴールドもね、珍しいと思してるんです。ところが今年はまあすごい大株になりますね。この葉っぱに価値があって、うんうん、で、こっちなんかもヘルツの交配種で葉っぱが繊細で、この子、うん、葉っぱが繊細でしょ、うん、これなんかもそういう系、うん、というね、これ欲しいとおっしゃるまでいるんだけど、うん、これがね、素晴らしかった。糸ピコと言って、ピコはピコで、これなんかも糸ピコなんですけど、その若泉さんが糸ピコが好き、これじゃちょっと糸でもないぐらいですけど、糸ピコが好きなんですね。細い周りにこういう縁が入るやつ、ね、うん、ピコはピコでも。7連のアーチって言うんですけど、ここが突き当たりで。